父さん、最近ずっと部屋にこもってる。仕事が忙しいのかな。夜遅くまで作曲してるみたいだし、それにちょっと元気もない気がする。あ、そうだ、お父さんのために曲を作ってみようかな。昔すごく喜んでくれたし、元気出してもらえるかも。ただいま、かなで。おかえり、お父さん。仕事で外に行くなんて珍しいね。ああ、今日コンペに通ったんだ。え、本当に？ああ、かなでの作ったフレーズが特に評価されたよ。 CM にもその部分を使うそうだ。かなでのおかげだな。ありがとう。これで新しい仕事も増えるかもしれない。おめでとう、お父さん。あ、今日ごちそうにすればよかった。そうだ、今から何か買ってくるね。お父さん食べたいもん。あれ、お父さん顔色悪いよ。もしかして体調悪いの？いや、寝不足で少し疲れただけだよ。横になったらきっとすぐに治る。そう、それならいいんだけど。だから無理だと言ってるだろう。どうしたの、お父さん、急に大声出して。あ、かなで、大丈夫だよ。何でもないんだ。今仕事の電話をしていて。かなで、戻ってなさい。うん。違う、こんなアレンジじゃダメだ。これじゃ受け入れられない。もっと現代的な、新しい音に。お父さん、晩ご飯。違う、こうじゃない。できた、やっとできた。もう古臭いなんて言わせやしない。これならあの曲だって。お父さん、今いい？ん？ああ、もちろんだよ。どうしたんだ、かなで。お父さん最近元気がなさそうだったから曲を作ってみたの。え？その、お父さんに聞いてもらえたら嬉しいな。あ、ああ。これは本当に、かなで一人で？うん、テスト勉強の合間に作っただけだから、そんな大したものじゃないけど。あ、かなではすごいな。かなではすごい才能を持っているよ。きっと音楽に愛されているんだ。そうなのかな。元気出た？ああ、もちろんだよ、かなで。ん？かなではこれからもかなでの音楽を作り続けるんだよ。きっとかなでの音楽はたくさんの人たちに受け入れられて、喜ばれて、必要とされるはずだから。お父さん、お父さん、もう朝だよ。そろそろ起きないと。え？お父さん！Thank you.
らない人もいるんですか？これからどうすればいいんだろう。なのか、クライアントに古臭い音と言われたのは答えた。だが、いつまでも自分の型にこだわっていてはいけない。仕事のメモみたいに使ってたのかな。23日、パソコンでの作業にもやっと慣れてきた。だがまだ機能を使いこなせていない。もっと勉強しなければ。14日、詰まっていたところを奏がアレンジしてくれた。正直驚いた。奏は天才かもしれない。30日、コンペに通った。だが素直に喜ぶことができない。評価されたのは奏が作ったフレーズだけだった。あれは奏の曲だ。自分の曲とは言えない。22日、 CM が流れるようになってから依頼が増えた。だがクライアントの全員があの CM のような曲をと言ってくる。無理だと言ってもずっと。だから無理だと言ってるだろう。連中は僕が作る曲を古臭いと笑う。あの CM では洗練されていたのにと。一体何が足りないんだ。8日、奏に曲をプレゼントされた。やっとわかった。自分の曲に何が足りないのか。どうして僕の音は古臭いと笑われるのか。僕の作っているものは過去聴いた音楽の模倣に過ぎない。だが奏の曲は違う。今を生きる人々の心に触れることができる曲だ。理屈ではなくそう感じる。そして僕にはそんな真似はできない。だがそれでも作らなくてはならない。生活のために、そして奏のために、金になる音楽を作らなくてはならない。だがそれは果たして僕が望む誰かを幸せにする音楽なのだろうか。奏であればそんな音楽を作れるのだろうか。僕ではなく奏であれば。お父さん、私がお父さんを苦しめてた。違う、そんなつもりじゃ。でも私が。いらない、こんなの。曲なんて作れなければ。もう消えたいな。お腹も減らない。このままずっと何も食べずにいたら消えられるのかな。お母さんのオルゴール床に落ちちゃってる。お父さんが作った曲、優しいメロディー。
お母さんも私も大好きだった。お父さんの。奏はこれからも奏の音楽を作り続けるんだよ。作らなくちゃ。私の曲が誰かを幸せにできる曲じゃなかったから、お父さんはあなた。私は誰かを幸せにできる曲を作れるようにならなきゃいけない。どんな人でも救える曲を作らなくちゃ。作らなくちゃ。私は作り続けなくちゃ。お父さん、私頑張ったよ。でも私の音楽じゃ誰も救えなかった。お父さんを苦しめて、ユキも救えなくて、それでもまだ私は作り続けなきゃいけないの。誰よりも消えたがってるくせに。ユキもあそこにいたんだね。静かで冷たいあの世界に私も。もういいよね。何もない。地面、硬いけど冷たくない。このまま目を閉じてここにいれば楽になれるかな。あ、歌が聞こえてくる。これはミクの歌声。それにこの曲、私が昔作った。どこから聞こえてくるの？奏で？ミク、また来たんだね。あの子を見つけに来てくれたの？それは。そう。なんで私の曲を知ってるの？今歌っていた歌のこと。この歌は最初からこの世界にあって、私は知っていた。私はそれを歌っていただけ。私の曲が最初からこの世界に？そう、最初から。でもこれは、奏が作った曲だったんだね。あの子の思いでできた、この世界は、何もなくて、真っ白。それでも、この曲だけはあった。だから、奏の作った曲は、あの子の思いに、届いていたんじゃないかな。届いて、でも、でもそれじゃ足りなかった。見つけられなかった。でもユキを救えなかった。私の曲は足りてなかった。届いてたって意味がなかった。奏もあの子と同じくらい苦しいんだね。同じだから、なのかな。この何もない世界に、奏の曲があるのは、あの子と、同じ気持ちがあるからなのかもしれない。同じ気持ちがあるから、何も届かなかったあの子に、唯一、奏の曲は届いた。足りてなくても、ただ一つ、届いてたんじゃないかな。
ミク、私はあの子に本当の思いを見つけてほしい。あの子は本当の自分を見つけたくてずっと曲を作ってた。苦しくても苦しくても泣きながらもがいて作り続けてた。あの子の本当の思いは消えたいなんてものじゃない。だからあの子を見つけてあげて。それができるのは奏だけだから。私の曲はユキを救えるの？わからない。でもあの子を見つけてあげられるとしたらきっと奏の曲しかない。私の曲しか。もしそうなら私は作らなくちゃ。今度こそちゃんとユキを救わなくちゃ。くだらない。やっぱり見つからない。私は本当の私はどこ、いつから見つからなくなったんだろう。お父さん、お母さん、見て、テストで100点取れたよ。次もいい点取れるようにもっと頑張るね。ただいま。ああ、今日のご飯も美味しそう。いただきます。数学とあと作文が出てるよ。将来の夢について書くんだ。あのね、私看護師になりたいの。病気で困ってる人の役に立ちたくて。でも私、考えてくれてありがとう、お父さん、お母さん。私、頑張るね。お父さんとお母さんが応援してくれるなら、きっと、その方がいいんだよね。その方が、喜んでくれるよね。
私も行きた。ありがとうございます。今まで以上に勉強頑張ります。はい。もう慣れるって決まったわけじゃないから。でも向いてるって言ってもらえて嬉しいな。みんな笑ってくれてる。みんなが喜んでくれるならやっぱりこれで合ってたんだよね。お父さんもお母さんもクラスの友達も先生もみんな喜んでくれるならこれで。ありがとう、お母さん。休憩しようかな。このケーキあんまり味がしない。美味しいのかな。でもお母さんが美味しいって言ってたから美味しいんだろうな。でもケーキだけじゃない。レストランの料理もお母さんの料理も最近味がしない。気にしすぎかな。気分転換に好きなことでも。あれ、私何が好きだったんだっけ。変だな。勉強ばっかりで疲れてるのかな私。そうだ、昨日みんなに教えてもらった曲聴いてみなくちゃ。すごく明るくて楽しい曲。楽しい曲なんだろうな。わからない。私は何が好きだった、何がしたかった。私はどこにいるの。探しても探しても、曲を作っても作っても結局見つからなかった。もういいよね、ミク。